メイサスケさんです。はい、そして元オリックスバファローズの園部です。お願いします。今回は道具を紹介してもらおうかなということで、現役横の使ってた使ってたやつ見てくれたということで、どんなものプロの選手は使ってるんだって思うでしょ。確かに見せていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。今回何を持ってきてくださったんでしょうか。今日はバッティング手袋。あ、手袋来た。使用感出てるんですけど、これも本当に実際に使ってた。実際に、はい、もう色も薄れちゃってるんですけど。うわ、すげえ。ピンクいいですね。これが最後の年ですね。毎年変えてたんですけど。なるほどなるほど。ピンクはあれですか、お好きですか。ピンク好きです。あ、なるほど。昔から結構好きなんで、結構入れてます、ちょこちょこ。なるほどなるほど。水のプロですね。水のプロですね、これ。そうですね。売ってるものとちょっとやっぱ違うもんね。そうね、プロ仕様ね、違いますもんね、気持ち。もともとこのパワーシリコンみたいなあるやつじゃないですか。そうですね、そうですね。を使ってたんですけど、はい、それでちょっとなんか手がギュッとこう、そうですね、締まるような感覚があったので、こっちは結構割とソフトないう感じなんで、これはすごい良かったですね。おー、オーダー的な感じですかね。そうです、形と、まあ、色、例えばこれまあピンクと白で統一したんですけど、うん、はい、こういうところとか、こう縫い目とかを色変えたりとかもできる、はい、うん、あ、そういうのできるんですね、はい、うわー、すげえ。刺繍もピンクですからね。そうですね、若干市販っぽいのがシンプルでかっこいいかなと。あー、なるほど。っていう感じですね、手袋は。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次はグラブで。グラブ、はい、ファーストミ、もともとファーストとサードやって。そうですよね、ファースト、ファーストの方が多かったんですけど、はいはい、あ、じゃあサードの時はこっちですね、スラッガーの。スラッガー来た、はい、すごい。結構もうこっちも使用感出てますけど、ね、そういうのがいいんですよ、やっぱり、はい、確かに。ラベルはピンクですかね。ラベルもピンクですね。ピンクで、刺繍もピンクで。あ、ピンク。これもオーダーなんですけど、はい、これもやっぱシンプルに、やっぱなんか僕が小さい頃から見てプロ野球って、はい、結構シンプルで守備が上手い人とか、もちろん坂本隼さんとか宮本さんとか、はい、うん、確かに、はい、あの HAVE ですね、はい、っていうのがシンプルの方がかっこいいっていうので、こうちょっと統一しちゃいますね、うん、あんまガチャガチャしないように。あれですね、シンプルイズザベスト。はい、そういうことですね。そうですね。あとやっぱところどころ色変えると皮がちょっと変わるんで、型が崩れやすかったり。あ、確かに変わる。あ、というかプロの方は変えても OK は OK なんですかね。OK なんですけど、はい、やっぱ色は変えすぎるとあんまり良くないっては聞いたんで、はい、めちゃめちゃカグレにしてる人いないですもんね。そうですね、あんまりいないですね。オールスターぐらいですよね。あ、まあ、そうですね。実際プロの方ってグローブ一般のオーダーとはなんか違ったりするんですか。まあ、ほぼ同じって感じですかね。皮が違うんですかね、ちょっと。皮も違うと思いますね、正直。 あとまあ細かく何ミリ単位で、あ、大きさ、まあ、手の入れるところも、例えば人差し指とか中指を長めにして余裕のあるようにとかっていうのはしてますね。やっぱそこちょっと違うんだね。じゃあそういうところを本当聞いたことなかったんで初めて知ります。あ、本当ですか。はい、こだわりありますもん、なんか。どのグラブもそうなんですけど、ある程度こう開くやつがいいですね。ここまでしか開かないで、はい、こうやって取るのと、はい、開いて取るのっていうのは全然補給面積が違うんで。掴み方的には結構もう掴み方的には僕はこうですね。ああ、もうがっちり、はい、ハサミ取り的な。そうですね。あ、まあサードだとやっぱりそうですよね。そうですね。あとなんか見た感じあれですね、人差し指と中指だけ結構紐緩かったりしてますね。あ、そうですね。こっちが本当だ、詰めないと、うん、はい、打球が強い時に走られて、あ、持ってかれちゃうってことですね。なるほど。こっちは意識的にちょっと詰めて、こっちは長くこうハンドリングで長く使えるようにちょっと余裕を持たせてるっていう感じですね。その辺は気にしながらやってますね。やっぱサードだとめちゃめちゃ強い打球きますもんね。そうですね、一番強いんじゃないですかね、はい、内野だと。そうですね、サードファーストは強いですね。しかもただの打球じゃないからね、プロの打球だからね。見えない時とかありますね。どこ行ったっていう感じですかね、グラブは。はい、ありがとうございます、はい、ではラストバットで水のプロオーダー。水のプロオーダーと、これ重さは何グラムぐらいですか。重さはもうこれ900です、ね、あ、900、はい、あ、じゃあ割と軽めですかね。あ、まずバットは扱えないと始まらないので、はい、なるほどなるほど。軽めにして操作性を確かに入れて、はい、でまあ、力もあったので、はい、まず当てることに気持ちを持っていく。当てればいいだけで打てるってことですか、はい、そうですね。園部さん高校でめちゃめちゃホームラン打ってたっていうことは、はい、何本ぐらい。高校が59ですね。59。先もちょっとくり抜きで。そうですね、くり抜きってやっぱ振り抜きやすくなるので、例えば詰まってでもぐしゃっと終わらずにこう振り抜きやすくて、
ったら、まあ、ちょうど内野の後ろ落ちたりしたらラッキーじゃないですか。なるほど。っていう感じで振り抜きはしてますね。あとあれですか、グリップとかはどうですか。なんかちょっとグリップ意識はちょっと太くしたりとか何種類かあったんですけど、やっぱどちらかというと太い方が扱いやすいじゃないですか。ちょっと調子が悪い時はちょっと太めのやつ使ったり、バット振れる調子がいい時は、今これちょっと細めなんですけど、はい、細めのやつで打ったりとか。あ、じゃあそこも調子に合わせて変えてってことですか。そうですね、もうバットも数ミリとかで細くしたりとかするだけでやっぱ変わってくるので。すげえ。でも本当にマイバットですね。そうですね、マイバットですね。あれですか、小指はどういう感じで握られてますか。小指一時こうやれとかは言われたんですけど、あ、言われるんですね。これだと扱えなくなっちゃうんですよね。かけて持ってますね。お、実際のプロの方って、まあ、900それより上持ってる方いたりするんですか。僕が知ってる感じではソフトバンクの長谷川さんが940かな。おお、940でめちゃくちゃ重いです。いや、重いですね。めちゃくちゃ重いです。赤星さんとか1キロ使ってたみたいな。実際わかんない。逆にあれなんですね、長距離バッターよりなんか短打系の方が重い。そうですね、こうやっぱ短く持ってコンパクトにして、あ、なるほど、ポンと落とすような、その重さで打つような。なるほど。イメージってはっていうぐらいですかね。いや、あとこのユニフォームですよ。確かにすごいバッファロー、ね、なんか違うね、やっぱり。違うですか。普通のユニフォームと違う感じがする。だってレプリカじゃないから。そうそう、ね、あとあれですもんね、背中に NPB マーク、ね、NPB マークとこの名前と背番号、はい、こうやってね初めて見たんで、めちゃめちゃちょっと感動しましたね。はい、ありがとうございます。なかなかこう見れない。ジャイアンツとかの方が良かったです。いや実は。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでこちらの実際にちょっと使用していた道具をちょっと見せてもらったんですけど、違うね。プロ仕様は違うね。一人一人のこだわりが結構物に反映されるって感じですね。そうですね。というわけで今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ナロムさんのねチャンネルのリンク概要欄からぜひチェックお願いします。お願いします。というわけで今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、通知ボタンもぜひお願いします。またね、バイバイ。今回はやってほしい野球あるあるを募集します。鉄板でもなんとか変でもいいよ。本日の MVP 賞はこちら。こちらの3つだから選んでいただきます。チャンネル登録はここから。おすすめの動画も見てね。お願いします。